いろんなデータを全部またカスタマイズでは装備してるカウンターや服のデザインを移行できるぞ。どれにするか選んでくれ。さあということで、サイヤ人女の子アバターついにねこちらの SDBH10 周年記念コスチュームにいたしました。めちゃめちゃ可愛いでしょ。ということで今回は、まあ、いつもバーサーカー使ってるんだけどこれヒーロータイプの方を使ってるかな、はい、やっぱヒーローの方が可愛いんでね、はい、デッキがこんな感じで、さあゴッドバードとゴジータゼノも久々に使う。ああいいいいいい、めっちゃいい。しかもこの東のオーラがまたいいね。そしたらまあバーニングアタックでいいか。さあステータスがねもうだいぶ元の数値に戻ってきたというか、多分いや元の数値超えてるか、普通に超えてるね。はい、まあレベル90からサイヤ人女の子ってステータス上がるので、そっからまあ99にした時のステータスがまあちょっと楽しみですが、いやこのパーカープラスショートパンツプラスニーソとめちゃくちゃ可愛いんですが、ワンキルワンキル、しかもめっちゃ夏いの来た。めちゃくちゃ懐かしいの来た。それ使ってる人まだいるの。いやいるかいるか、超久々。あーいや大丈夫、ガード断然後いないから。もうこれどっちも切ろっか。で軽減熱上げて、さらにはまあ軽減効果分散しよっか。まあ昔もこんな感じで確か防いでたよね。こう1人にロックオンされても3人で連携してれば軽減効果が分散されてそんなにダメージが受けない。まあ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 いいか。まあまあまあヒット入るよりかはマシ。うわー意外と食らうんだよねこれがまた。あーマジ結構食らうわ。マジであれだけ軽減してそんな食らうの。あーマジか。全然防げねえ、全く防げなかった。バカ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 、8割減でそれはバカ。あーよかったよかったよかった、よしよし、まともなデッキ来たね。ゴンゲならまだ許す、あれはチャージ関係ない、チャージなんて関係なかった。あ、まあ、全勝だったらワンチャンとか、普通にターレス食らって終わったよね。8割減点2万4000はビビった。したらあー UM ゴジータか、UM ゴジータと女の子。あーじゃあ8000は出したいね。いや待って異次元か、いやなんかこれフェイクな気がするんだけど、気のせい、 UM ゴジータがフェイクな気がするんだけど。あーしたらいやもうちょい出したいよね。あとりあえずこんな感じでどうでしょう。あよっしゃー OK、 とりあえず先行だね。いやこれでもちょっと怖いね、相手のデッキちょっと怖いね。なんかゴジータ UM だからその8点出せば先行取れるって思いきや、異次元トランクスで先行取りに来る可能性もあるから、そして異次元トランクスミラーなのでまあ先行の取り合いになるね。あ待って相手極炎ゾーン下げてる、マジ。それめっちゃ意外、極炎玉下げてた。じゃあ次攻めよう、てか次攻め時逃したらやばいか普通に。まあそうだね、半減だったら多分いけると思うんだけど、だってガード1だよ。でゴジータの固定ダメージ、まあ、このラウンドでパーフェクトが取れれば激アツ、さらにアプリが3ラウンドっていうね。あー待って分かんないこれ、そっか UM と合わせたらめちゃくちゃ硬いかこれ。したらあれだな、あなんかちょっと待って、キャミソールかなんかが可愛い。
なんか可愛くない？なんかこの格好がめちゃめちゃ可愛いと思う。うん、パーカーとこれはめっちゃ反則だと思う。さらにスカウターと天使の輪っかをつけてます。3500か。で次これより硬くなんだよね。よし、したらちょっとやめた方がいいかな。あ、クロノアゴジータザマスでカチコチだもんね。いやー、6000固定込みでもちょっときつい気がする。6000込みでもきついね。あ、じゃあアプリで守って、まあ、3ラウンドは3ラウンドで戦闘力2000制限かければ多分先行取れないでしょ。なんかそんな感じでしのぐか。いやー、これは難しいバトルですな。ただただ長期戦は確保しないとダメだね。これさあ HP も高いし、なんとかなんじゃないかな。これ異次元さえ発動させなければ全然ワンチャンある。次ダメージカットだね。アプリで防いで守りの一手切る。で3ラウンド目は無線制限で先行を取らせない。多分先行さえ取らせなければそうでもないと思う。でキーソードロックあるでしょ。次のラウンドキーソードロックかけて、まあ、女の子だね、うん、女の子アバターの倍増を止めたい。で 70% カットだから結局倍増を消せなくても7割だよ。ダウンで悟空 BR は活動させないとダメだと思うんだよ、ね、さあ何気にヒーロー対バーサーカー。まあ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 結構食らうけど、いやー 40% でご飯下げの 40%。 ここはもうガチゴチにしたい。大体固定ないからダメージ軽減張りまくればそうでもないんだよね。であとはこのラウンドはちょっと先行も取りに行きたいかな。で先行取ってキーソードロックをかけに行きたい。突っ込んできたんだけどUM ゴジータ、それマジで、そう来る。うわ先行取りたい。これ1万8000だと微妙か。うわーやばい。あ、あれ極限消してこなかったよ。お、来たこれ、来たー。え、ドキドキのまま、あ、来い来い、よし。え、神クイックボーナスで取った、強い。来てるこれ、来たー。ロックを、あー、まあ、貫通させておきたいね。ここはゴジータも意味ないから。うわ来たこれ。え、じゃあこのラウンドザマスの半減だけだ。あとはクロノアがちょっと硬いかなぐらいで先行。来てるこれ、めっちゃ来てる。来てる、よし。いやもうね、最後異次元出すか悩んだんだけど、そのコンマ数秒の間で取れてた。クイックボーナスで時々でも取れたのめっちゃでかい。でかい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 。ガード1ワンチャン通せんじゃないかなこれ。え待って、もう6日目やっちゃうね。ちょっとこれ固定戦闘力増やしておこうか。いや神々しいね、この女の子サイヤ人の日差しオーラがとても素晴らしい。でも召喚が自分大好きだから、スカートよりもショートパンツ派なんだよ。いやー可愛いなー。エリートも使いたいなこれ。まだエリート使ってないな。それはさあこれで戦闘力5000アップでしょ。で龍拳で戦闘力プラス3000なんで、この時点でもかなり固定戦闘力がついてます。でゴジータと合わせてだいたい1万3000ぐらいはつくのか。まあ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 ここはいいでしょう。さあ次ミラクル出てくれ。あいいダメージ。さあここでミラクルかパーフェクトをすればでかい。あーまあ惜しいな、まあしょうがないか。うわー燃え尽きた。でも強くね、固定ダメージで。あいけるかな。あいったかも。龍拳とキーソードロックある。あ元気玉もある。来た。あ、ワンチャン飛ばしたこれ。
さあガード位置で、おおいいぞ、いいダメージ、いいダメージ。ただちょっとギリギリ残りそうな感じもあるにはあるけど、とりあえず全部やってみよう。いくわよ、覚悟してよね。かわいいな、ただひたすらにかわいいな。もえ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 の龍拳、完全にヤバいやつじゃん、完全にヤバいやつやん。いやこのコスチュームいいね。てかそろそろクリアバ、あーね、クリアバーあれな、人造アバターあたりのコスチューム出そうだろ。人造のコスチューム出たら全力で取る。さあで金層ドロップへとどめ、まあ一応ここは女の子で、ね、めっちゃラグい、めっちゃラグい。さあ多分これで飛ばしたと思うけど、残ってもガードされてもこのゴジータの元気玉があるという流れです。さあ完璧なんじゃないでしょうか。あ、ん？あー、まあいいでしょう。さあ1残ったところに女神のキーソードからの究極元気玉、これが強い。さあゴジータの元気玉、これね敵の戦闘力を永続で半減なんで、まあかなり強いよね。女の子との相性は抜群。こいつでしまいだ、終わりだよ。オッケー、あ意外と強い。オッケー、ということでさあ、まあ今回はね女のカバターのヒーロータイプ、はい、こちらの限定コスチュームで、ね、使ってバトスタに挑戦してみました。だまあこちらのコスチュームがメダル20枚で取れるんですが、まあ、今の段の環境で結構人が多いので、まあ、マッチングもしやすいし、勝利メダル2倍とかいろいろそういうのも発動するので割と取りやすいかなって気がします。だいたいこれ取るのに、まあ、7プレイぐらい、7、8プレイかぐらいでまあ取れちゃったので、まあ、皆さんも、ね、はい、ぜひ頑張ってください。めちゃめちゃ可愛いんで、はい、これはねちょっとこれを機会にマジで取ってほしい。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。